え、俺そんなことしてた？いや、参ったな。悪い、ちゃんと直すから。そっか、まあ油断してるわけじゃないんだ。ただちょっと空がペカッと綺麗だとなんかこう嬉しくてな。うん、人間が生まれる前から空はずっとこういう感じだっただろ。あ、恐竜が生きてた時代とかまで遡るとまた色は違うのかな。まあそれはいいか。ともかく空が美しいってのはあくまで俺の感情だ。ともすれば独りよがりの感情、認識の押し付けでしかない。でもさ、逆に言うと俺はまだその認識ができる。空を美しいと感じることができる。その先にある何かを信じることができる。生きてはいなくともその感情に身を委ねることができる。まあそんな感じだ。すまん、神器臭いというかわけわかんねえよな。お、そっか、そりゃそうだよな。よーし、それじゃまた青空目指して頑張るとするか。と張り切ったところでいきなりの大雨なのであった。参ったな、こりゃ風邪ひかせたらマスターも俺も大変だ。保護者の皆さんにバチバチ怒られる。だな、とりあえず雨宿りできるとこ探すぞ。ああ、とりあえず雨宿りはできそうだ。外見張ってるから、その間に体拭いておいてくれ。通り雨っぽいな。これならすぐに止むだろう。おう、どうした？おっと、チョコレートの匂い。ってことは…ああ、バレンタインデーか。やっほー、ありがたくもらうぜ。マナー的にすぐ食べていいのか。じゃあ遠慮なしに。うん、うまい。チョコ作りの天才かね、我がマスターは。悪い悪い、でも本当に美味しかったぜ、ごちそうさん。さて問題はお礼の品か。そういうわけにはいきません。何しろバカーんじゃなくて俺の部下どもがきっちりした返礼をしているからな。俺が負けてたまるかってやつだ。というのは表向きで、実のところお礼を考えるのが楽しくてな。ほら、俺ってば実は王様だったから。国家を介さない純粋な人から人への贈り物、そういうのあまり記憶にはなくてな。だから大切にしたいんだよ、こういうの。お、やんだか。よし、戻るか。あ、地盤が緩いな。気をつけてくれな、マスター。マスター！よし、もう大丈夫だ。引っ張り上げるぞ、マスター。
マスター、怪我はないか？そっか、言い抜けた。おっと、謝罪はなしだ、なし。今のは仕方ない。気をつけていても崩れる時は崩れるし、油断していたわけでもないしな。それよりは無事だったことを喜ぼうぜな。よし、じゃあ今度こそ帰宅だ。今日はお疲れさん。もう何もないならゆっくり休んでくれよ。あ、それからお返しだけど、悪い、もうちょっとだけ待ってくれないか？え？俺まだ何も渡してないぞ。ちゃんとなんかこうかっこいいものをきちんと渡したい。そういうわけだ。じゃあ期待して待っててくれよな。